2年生の皆さん、こんにちは。今日もみんなと一緒に勉強する S 先生です。よろしくお願いします。今日もお家で勉強頑張りましょう。今日勉強するものはこれです。観察名人になろうです。みんなは1年生の時にあるものを育てていましたね。覚えてますか？ちょっと言ってください。3、はい、そうですね、朝顔でした。みんなの家の周りにも春になったので綺麗な花が咲いたり、いろいろな生き物がいるかもしれません。その様子を記録にとっていけたらいいなと思います。今日の勉強はこんな風です。観察するものを決めて丁寧に観察しようです。みんなのうちにはどんなものがありますかね。お家にある植物、また家で飼っているもの、いろいろなものを持ってきて観察していきたいと思います。先生のうちにはこんなものがあります。いっぱいありますか？みんなのうちにはどんなものがあるでしょうか？これから観察したいなって思うものを探して自分のところに持ってきてください。どんなものを持ってきてくれますかね。楽しみに待っています。では一度動画を止めてください。はい、待ってましたよ。みんないっぱいいろんなものがありますね。おー、そんなやつもある。花もあれば、犬のペット、ペットもいたり、いろいろみんな探しましたね。ではみんなと一緒にこれから観察をしていきます。観察名人になりたいなと思うんだけど、先生のうちにあるものはこれです。これナデシコという花です。知ってますか？これなんだかわかりますか？見えるでしょうかね。ちょっと暴れ始めましたが、ザリガニです。あとこの大きいです。これ知ってますかね？じゃあちょっと行ってみてください。じゃあこれの名前、3、はい、難しいですね。でも今頑張って言えた子、素敵です。これサンセベリアと言います。間違っていてもいいです。2回目動画見たらバッチリは言えます。ではこのように自分で観察するものを準備したら、これから観察しましょう。では丁寧に観察をしていきたいと思いますが、1年生の頃朝顔を観察するときにみんなは大切にしてきたものがあります。何かというと、目、鼻、耳、あとは手、あと心でしたね。5つのことを大事にして朝顔を観察してきました。では教科書にも何を大切にすればいいのかっていうことが書いてあるので、皆さん教科書の準備をしましょう。教科書53ページを開けてください。早いですね。では53ページの1、観察するものをというところから一緒に読みましょう。いきますよ。3、はい、観察するものを決めて丁寧に観察しよう。様子や動きを丁寧に観察しましょう。大きさや
形、色を見る、長さを測る、いろいろな方から見る、触る、数を数える、匂いを嗅ぐ。上手に読めましたね。ではそのようにして観察をすれば丁寧にと言えるということかな。では先生にうちにあるサンスベリア、これを使って丁寧に観察したいと思います。まずは大きさ、大きさ、大きい。形、そうだな、形、長細い。色、緑。どうですか、こんな感じで。なんかちょっとみんなあれって顔しましたね。じゃあこれじゃ観察名人ではなさそうですか。じゃあもう一度ちょっと頑張ってみます。大きさ、どうしようかな。手のひら、よいしょ、1、2、3、4つ分、手のひら4つ分。形は何に見えますか。海にありそうですが、昆布。形は昆布みたいです。そして色はさっきは緑って言いましたが、よーく見てくださいね。よーく見ると緑だけじゃなくて端っこが黄緑色になってますね。ってことは緑だけじゃありません、周りが黄緑です。その他にも触った時にどんな感じがするのか、自分が感じたように書いていくといいですね。このようにして自分で丁寧に観察をしたこと、そうすればよく様子が伝わります。先生はそれを前勉強したメモにしました。ちょっとこれです。メモにして残すとこのように大きさは手4つ分、形は昆布みたい、色は緑色、周りは黄緑色のように詳しく様子を記録することができます。教科書の方にはこのようにミニトマトを使ってメモの例が載っています。ではみんなも自分が準備したものを丁寧に観察してみてください。大きさはどのくらいですか、形はどうですか。それを今からメモに残しておきましょう。今日の勉強はここまでになります。今度の時間はそのメモを記録、観察記録として残しましょう。ではこれで勉強を終わります。みんな勉強をよく頑張ったので、最後に SS じゃんけんを始めます。せーの、SS じゃんけん、じゃんけんポン。今日はパーを出しました。みんなはチョキの人勝ちです。ではさようなら。